リスポークという種類になります。今日出てきているのはオスのタカです。名前はタカオくんと言います。このフォーゲルパークには現在タカが2羽います。それぞれタカオ、そしてタカヨシと、とても素敵な名前がついているんですよ。もう1羽タカコもいたんですが、タカコは姉妹園の神戸会場園の方に転勤になってしまいました。このハリスポーク、南アメリカの方で暮らしています。そしてタカは親日するものが多いですね。そのため木の中、森の中大好きなんです。すぐに飛んでいってしまいます。そうすると時々私たちそのタカがどこにいたのか見失ってしまいます。そこでどこにでも分かるよう足に鈴がついているんですね。